中村家事中村家事11月6日から1965年12月30日は日本の衆議院議員、著述家、鹿児島県川辺郡西南方村出身、1900年水産講習所を卒業。さらにニューヨーク大学を卒業して修士号を終えた後、日米修法の記者となった。さらに農商務省食卓として缶詰産業の視察を行った。 1912年に帰国し、福徳銀行、輸出水産会社、内外水産会社専務取締役を務めた。1924年、第15回衆議院議員総選挙に出馬し、当選。第17回から第19回まで、連続当選を果たした。学生海外見学団を主催したほか、1930年より、東洋文化科技大学、 東洋文化大学を起こし、海外より学生、教師を招いて日本文化の紹介に努めた。また日英両を分雑し、海外の日本を創刊し、社長に就任した。戦後すぐに行われた1947年の第22回総選挙に、鹿児島全県区から立候補するも辞典。しかし2月14日に山本寂彦が議員を辞職したことで3月1日に、 繰り上げ当選して国政復帰を果たす。新憲法施行後初の第23回総選挙でも鹿児島1区から再選を果たすが、第24回総選挙では落選。さらに1956年の参院選に全国区で立候補する者の当選にはほど遠い結果に終わった。ありがとうございます。